こんにちは、川田です。朝買い始めます。8月19日、金曜日になりました。<laughs> このコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しております。えっと、相場はね、えっと、まあ、これで金曜日残すのみとなりましたが、今週は、まあ、あの、週間ベースで上がるかどうかっていうのは、あの、今晩次第というようなことですね。少しやってみたいと思います。で、あの、マ、まあ、ネックスですけども、 えっと、動画アップされました。で、早速こう見るとですね、あの、いろんな <laughs> 何人かの方から、えー、あの、お便りいただいております。本当に嬉しい限りです。それから、えっと、ま <coughs>、毎週木曜日にですね、今なぜ米国株式投資が必要なのかということでやっておりまして、えー、これ、順調にやっております。で、えー、もしご興味あればですね、この QR コードでお申し込みいただければと思います。もしくは、田中さんあ、高田さん宛てにですね、えー、お便りいただくと、あの、 ズームの入場,場 URL が送られてきます。で、えっと、まあ内容としてはですね、まあ難しい話もしますけども、それよりも昨日なんか本当にいい回だったなと思ったのは、あの視聴者の方からね、自分の運用についてのお悩みとかですね、どうしたらいいんだろうと。 いうようなことをですね、本当に <laughs> 相談いただいたんですよね。これが我々の趣旨とするところでして、えー、それこういうことを続けていきたいと思います。で,あのできればね、わからなかったら、この高田さんのところで口座開けばいいんですよね。あの本当にそう思います。であの来週はですね、 株式市場は米国にしかないの、まあ、これは一連のシリーズなんですけども、こんな小難しいことは言いませんが、これをちょろっとやって、あとみんなでディスカッション、それから悩みの相談ということですね。でからあの明日金曜日、や土曜日ですが、朝9時からですね人生を豊かにする日経の読み方、これはですね、えー、PTX でお申し込みいただきます。あのこの前、マネックスに出たからかあの入、参加申し込みが増えてますね。あのこれも嬉しいことですね。 あと、保険募集人と IFA のための新聞の実践読み方講座。これこ、この後、私の収録の後やりますが、今日は元橋 IFA がですね、この日経の読み方を講座、あの、解説していただきます、してくれます。で、午前9時から、通常は9時20分なんですけども、拡大版ということで、9時半までやります。で、お申し込みいただくご興味あれば、 まあ、参加はですね、保険募集人とか IFA の方なんですけども、こ,こちらにお申し込みください。それからあメルマガもやっております。それからオンラインサロンね、先週の土曜あの、今週の水曜日にやったんですけど、藤井さんがやっぱずいぶんいい話をしてくれましたですね。この本、DIEWITHZERO、ゼロで死ぬ。 まあ、あのビル・パーキンスという人は、あのなんかね、コモディティトレーダーで100、百数十億円若くしてお金を作ったと、でそれをどうやって、まあ、充実した人生を過ごすために生かすかと、そういうようなことなんですよね。で、翌週はですね、来週はですね、野林研究員がユナイテッド・ヘルスについて解説してくれます。それから、これもあのサロンのメンバーにはですね、日経新聞の読み合わせをやっております。 でえー、メディアは、ですね、えー、私があの先週、今週水曜日に出ましたんで、次は9月ですね。はい、それから来週ですね、大倉博士があジャクソンホールの始まる前ですね、えー、日経 CNBC で電話イン,タビューインタビューです。マーケットですが、えー、と昨日は、まあ、小高かったということですかね、あのーまああの。半導体指数はですね結構上がったんですけども、えー、とそれ以外は、まあ、しっかりしてると。 今週ももうこれで、今晩でおしまいですが、週間変化率これ、プラスになるかマイナスになるかはですね、今晩次第ですね、あの SP はですね、若干のプラスなんですけども、ナスダックなんかはほら、これ、若干のマイナスじゃないですか。これがプラスになるか、まあ、潮目的には、ちょっとお休みが必要なんで、まあ、今週マイナスになっても、それはそれで、えー、まあ、リズム作るのにいいかなと思っております。で、月間ではですね、えー、まあ、しっかり、まあ、月間でプラス維持してほしいですよね。 で、これが SP500 ですが、4283です。4300手前のとこですね。今週火曜日には4300超えてたんですけどもこの、この2日間で若干減らしましたですね。で、これが昨日のマーケット。まあ、こんな感じでこう上がってますけどね。ナスダックはまあ、安寄りして、まあ、しっかりと。で、エネルギーが高いんですよね。何気にあの、原油価格もしっかりしてますから。 でシスコはですね、えー、その前の日に決算出て、それ,でそれを反映して5.8%上がってるということです。であとは、えっと、NVIDIA も連れて2.4%高かったと。あと、えっと、百貨店はなんか安いんですよね。ターゲットも、まあ、前さ上が、上がりましたけど、昨日は安かったということです。それからこれがあのシスコですけども、シスコはこれ、2019年と同じレベルなんですよね。 これも本当になんか持ってていいのかどうかと思うような株なんですよね。これはこれこ,こだけ見ると上がってるのもあるけども、これ5年間持ってそうでほどでもないじゃないですかね。で、これが、え、アプライドですけども、これが引け込み決算出まして4、4%高いということです。あの、まあ、これがあって、昨日えっと他の時間外でもですね、若干ナスダックは高めに推移してますですね。 で、これがターゲットですね。さっき言った。で、これがビックス指数ですけども、まあ、あの20以下で推移していると。ナスダック100も、まあ、しっかりということです。これが日々の相場ですけども、大体今申し上げた6月、えっ、ー、と、この今の水準だと4月下旬のところまでですね、戻っております。それからこれが、えっ、ー、と、いつも見ていただいている下落率からの回転。 これも下落率33%ぐらいですね。で、これ見てた、テレビ見てたらですね、えー、と今回の,あのインフレ抑制法案でですね、でまあ、民主党に追い風になってるっていうんですよね。で、バイデン大統領の支持率っていうのは、もうずいぶん低い。だけど、ここへ来て若干、ちょっと盛り返してると。で、一方、あのバイデンはどうでもいいけどということで、民主党の支持率が若干こう上がってるっていうのがあの目立つ、そうで、目立ちますね。 であの11月8日の中間選挙では、えー、と普通は議席を失うということを申し上げてますが、なんかね、この538、えー、というあの、この政治選挙サイトっていうんですかね、えー、とデモクラッツ、民主党は、スライトリーフェイバード・トゥ・ウィン・ザ・セネット、上院ではですね、今50、50ですが、まあ、もし50取れば、ハリス副大統領の一票がありますから、一応マジョリティということになってますが、まああの 民主党がこのまま行きますと、なんか両方とも負けるって言ってたんですけども、今のままだと若干フェーバラブル、まあ、勝つんじゃないかというような予想なんですよね。で、えっと、これがほら、50議席、こういう感じで、この赤になると共和党が勝つっていうことなんですこ,こっちの方にスキューしてますよね。で、えっと、あとはこれはハウス、下院ですけども、下院はですね、なんかどう見てもっていうか、あの あの共和党がマジョリティを取りそうだと435議席ですから、218席取らないとダメなんですかね。まあ、まあ、こんなところ、マジョリティここですね。今のままだと共和党有利ということになっています。で、えーっと、これは10年歳2年歳ですこれはあんまり変わらないんですけど、若干縮みましたですね、あの逆イールドがですね。で、これが、えー、10年歳2年歳の金利です。 でこれが、えー、FRB のフェドウォッチですけども、あのしかも CME のフェドウォッチですけども、あんまり変わらないんですよね、ここね。まあ、ジャクソンホールがありますからね。でえー、っと最近直近発表されたのでは、パウエル議長が26日、これ25日から開演なんですけども、えー、26日の、えー、日本時間の、えー、っと午後11時ぐらい、現地の10時ぐらいに、ですね経済見通しについて講演すると発表したと。まあ、ここで少しマーケットが動くんでしょうけどもね。 あのどんなことを言うのかということです。で、あと、えっと、フェド交換の,あの発言ではです、ね、セントルイス・レンギン・ブラード総裁がポツ7号を支持に傾いていると言ってる、それからあとのジョージ総裁とかです、ね、デイリー総裁、ここら辺はみんなポツ号じゃないかと思いますあの。本当に、なんか本当にこの人の発言でで,ですね、振られるっていうのもなんか本当になんか嫌ですけども。はい でこれが観察シティ,観察レシティですね。えー、っと、この、こういうワイオミング州でやるっていう、ジャクソンホールっていうとこですかね。で、今年のテーマは、リアセッシング・コンストレインツ・オンダイエコノミー・アンド・ポリシー、経済と政策、経済と経済政策なんですかね、に関するあの制約要件を再評再評価するなんていう、そういうことですよね。 で、えー、っと、これ、えー、っと、ジャクソンホールで、えー、まあ、何が注目かというと、バランスシートの縮小計画。ここに一つ注目があるんじゃないかというようなことを言っております。まあ、これ後で読んでみてください。で、あとはですね、これ、えー、っと、待インフレ率はそんなに変わってないんですよね、最近。それから、実質金利もですね、それほど変わってません。それから、これ5年債の実質金利ですけども、これもそんなに変わってないです。 でただ GDP のフェドウォッチ、アトランタ年金の GDP ナウ、これがです、ね、改定されて2.5、1.8、そして1.6というふうに来ています。で、まあ、あの次の改定がですね、えー、と24日ですか、アップデートイズウェンズでオーガスト24って書いてますからね。で、なんで1.8から1.6になったとアフターディスモーニングズ、 小売売上へのレポートでですね、えー、まあ予想を変えたということになっております。でこれがガソリンですけども、ガソリンは三点九五。これはあの昨日か一昨日のチャートですけども、直近はですね、三点九三一というところです。まあ、原油が上がってますからね。ただ、これはどこまで下がるのか、ということですね。で原油があのブレントでですね。昨日3、三パーセントぐらい上がって、引けが、先物の引けが九十六点、五・九になってるんですよね。 だこれがやっぱりしつこく上がってるってことで、これなんでってこれ、こういう、なんかこ,のこういう入れる、私はこういうのをほとんど信じないっていうか、なんか違う需給で動いてんじゃないかなという,いうことを思ってます。で、これがあの使用指数ですけども、まあ、みんな同じようなところに似通ったパフォーマンスですね、過去5日間ですと。で、過去1ヶ月ですとダウンは出遅れてます。で、過去年初来ですとダウンがアヘッドしています。 で、えー、っと、過去1年ですと、まあ、こんな感じで、えー、っと、ナスタックが一番出遅れてますね。セクター別ではですね、エネルギーが直近高,高いんですよね。過去5日間でも。それから、過去1ヶ月でエネルギーはどこ行ったやっぱここ。それから、年初来ではエネルギーが、ほら、しつこくこう上がってきてるんですよね。まあ、いいことか悪いことか、ただそれにしても90何ドルっていうのは高すぎるんじゃないかと思ってる人が多いんじゃないかと思います。 で、これはですね、ちょっと見つけてきたんですけども、株式のリターンは、値上がりと配当はどっちがどっちということで、時々あの話題になりますよね。で、えー、っと、この見方はですね、SPY っていうのは SP500 の, ET あの ETF ですよね、えーそ。設定されたのは93年ということですから、もう20年ぐらい前に設定されてると。ナスダックの999はですね、えー、これは有名,な有名ですが、 これはあの99年ですから、これも20、あ、これ93ということは30年ぐらいですか。で、こっちが23年ぐらい経ってるんですよね。で、えー、これがラスセル2000ダウということですね。見方はですね、えっ、ー、とこの90、この30年近くの間で株価は、株価だけだったら、えっ、ー、と、100が870、これ、えっ、ー、と、8倍か9倍になってるということですかね。ただし、 配当を入れると十数倍な、十六、七倍になってるってことですね。ナスダックは、あの、IT バブルの、この、こいつの公開がありましたから、パフォーマンスはね、SP500 よりも悪いんですよね。で、ラッセル2000も悪い。えー、ダウも悪い。やっぱり結局、SP500 が一番、まあ、長期ではウイナーだっていうことで、私が言ってる、あの、私は999で今やってますけども、あの、 マネックスでやったのは、まあ、悪くはないなと、正しいんだなと。でですね、まあ、あのこれ、パフォーマンスですけれども、株価は年率8%で上がって、配当を入れると10%、やっぱり、ね、2桁乗ってるんですよね。ただし、2桁乗ってるのは、えっと、SP500 だけですね。あとは似たようなパフォーマンスですよね。で、配当からどんだけパフォーマンスが出てるかということになりますと、あのやっぱり利回りが高い DAO は、 配当えー、とトータルリターンのうちの半分近くを配当の再投資で出してると。で、その次に高いのは SP500。で、株価だけならですね、やっぱり、あのえこの配当から少ないのはあの成長株の多いナスダックということですね。だこんな感じですよ。だ93年でこう株価はこうだけども、100が0が2倍、3倍。 2倍、4倍っていうことですね。で、これがトータルリターンは、えー、17倍ぐらいになっているということですか。ただし、こことここの間は配当再投資で稼いだと。で、999はそんなに配当が多いものはないんで、えー、その近似値に似たようなプライスになると。リターンになるということです。はい。で、えー、もうこ今晩は、えー、っと、ディアの決算残すのみですかね。はい。 で、私とハ田クダさんは収録しました。で、来週の火曜日もやる予定です。で、これがですね、ちょっと切れてるんですけども、まあ、あの、プレミアム会員の方のことも思いましてですね、こう、まあ、仕様目というのはこういうもんだということなんですよね。で、もうぜひ、あの、レポートを読んでみてください。本当にいい資産になると思いますよ。あの、ということです。で、これがダウの株価。個別銘柄の株価。 で、ナスダック100。昨日は配当、あの、アバブロードコムが高いと。あの、昨日は、あの、ソックス指数が2.28高かったですからね。で、あーウォルグリーン、これ、やっぱり、あの、りが、ターゲットも下げてるし、こいつも6.44%下げてますね。で、これが私の持ち目柄ですけど、すいあかんですね。本当にもう、あの、嫌になりますけども。 縮んでしまったんで、今更どうするっていう、まあ、こうやって、あの、なんかこう、溜まっていくんですよね。だから、まあ、うん、まあ、インデックスはすごいなと思っております。ということです。で、これが個別銘柄の、えー、パフォーマンス。過去5日間。で、ほら、C、こんなところに沈んでるじゃないですか。バカタレみたいな感じ。1ヶ月、年初ということですね。で、これが、えー、っと、過去1年でもダメですね。 ああ、っていう感じです。これが、えー、っと、アークですね。これが私の予備軍で、うん、まあ、こんな感じですね。以上です。で、えー、今週は、もうこれこ、今晩次第でご収束しになるかどうかということです。はい。それでは、これ、今日はこれにて失礼します。ありがとうございました。